なんでやろ、聞かれたー逃げたり千八百これすごい。彼女の誕生日に年の数だけプレゼントしてみた。本日5月10日はひまりの20歳の誕生日なんですけど、編集とかがあって事前に買いに行くことができなくて買ってきた。でひまりには15分だけ家出といてって言ってね、出てもらってんねんけど、これを綺麗に並べようと思います。膨らましていきます。これ最悪。え、みんな聞いて、やばい。アマゾンでな、ルナになると、ムラムラマンションっていう観音小説頼んだのに、変装されてる、最悪。はい、ということでね、みんな見てください、こちら。並べ終わりました。ということでね、ひまり今すぐ呼ぶ。はい。はい、じゃあちょっと目つぶって入ってきてもらおうか、一旦。じゃあもう汚すぎやろ、この家。はい、はい、はい、まだ見たらあかんねよ。え、プレゼントあったの？プレゼント後ろにあります。え、やばいやん。さすがに。3、2、1、どうぞ。いい？あ、いいよ。嘘やろ？マジで？待って、すごい。ひまりの年の数、プレゼント用意した。そういうこと？うん。ちょ、待って待って、こんなお金どこにあった？これは、まず洗濯機買うお金。おー洗濯機の方が、でも大丈夫、写真とか撮らんでいい？撮るでしょ。この服若干坊主だけやめてね。坊主だけやめて。ちょ、坊主だけやめてよ。誕生日から、これからえってこれ撃ってくるわ。撃ってくるわ。撃ってくるわ。1個目開けて。みんな知ってる、この話題の吸うやつ。これ案件とかがあるときはほんまに欲しかった。開けまーす。わー、これでさ、俺もひまりの後処理せんでええからさ。やったんや。じゃあ、あれらしいね、クンニをね、5分したらね、タバコ50本吸ったぐらいの悪があるらしい。俺それ見てからちょっとね、あんことの距離開けてんの。2個目開けまーす。これ何しかない。テキーラです。やばいって。もうお酒解禁やから。酒恐怖症やねん、ひまり。それか、あの、イオシシになったら酒強いんじゃん。ちょっと呼んでみてあげて。あ、オッケー。ティオシャン、変わってきて。ディーゼルめっちゃハマってたんですけど、まあハマってるっていうぐらい、まあ服買って読むわけでもなくて、そんな感じやったんですけど、まあありがとうございます。3個目はある方からビデオメッセージもらってます。何で言ってんの。大物中の大物、ヒカキンと並ぶね。ヨンちゃん、お誕生日おめでとう。20歳になったということでね、メッセージを、私からね、送りたいと思います。これから先ね、本当に、まあ、悩むこととかね、やっぱり大人になるといっぱいあるじゃないですか。安心してください。いいこともたくさんあるんで、楽しいことも目指してね、頑張ってください。今の何割でした？今のは3割でした。アキラさん、ありがとうございます。次は、何しようかな。さっきのアキラちょっと滑ったから。4つ目開けます。ひまりの好きなジェラピケ。待って、めっちゃ可愛い。見て、これ一時最強やで。アキラの1000倍嬉しいかも。おい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 、お前アキラの1000倍ってアキラどんだけ嬉しくないの。ちいかわやー。ひまりがずっと欲しいって言ってたやつやん。7個目。なえなのやー。これちんかわです。あのちんかわっていうのは多分俺が包茎手術で切ったちんかわです。ちんかわやん。遠い。色。俺の推しページは、テンチムさんかな。じゃあ、はい。誕生日プレゼント。ちんかめということで。何笑っとんねん。いや、マジさ、なえなのさん笑わんかったんかな。何がちんかめの表紙です。ちんかめ笑うやろ。とりあえず、なえなのの親は怒るやろ。ちんかめってなんやねん。おい、なえ。ちんかめってなんか。いや、お父さん僕来てないか。お父さん説教しながら興奮してるやん。中町あやさんのブランド見てよ、パンチウサギや。10個目やってます。うわぁそんな喜ぶ。あ、何これ。アイコス。うん、アイコス。ありがとう。やっぱ二十歳やからさ、タバコ吸えるやん。うわぁ、かわいい。やばいやん。めっちゃ嬉しい。
しシビシビのクッションなんでね。え、やばない、めっちゃ可愛いないこれ。え、すげえ。え、どうかな、これマジ女の子の服わからなさすぎて。めっちゃ可愛いよ。え、すごい、ありがとう、やばい。変顔。うん。え、マジで。うん、ありがとう。うわー、地元最高の漫画。めっちゃいいよ。今日はコメにひまりって書いてある。これメッセージがあります。ある方に作ってもらいました。ハッピーポスターひまりこんな感じでね、ほら、すげえ外でやってて、めっちゃ可愛くない。次はこちら。え、プラダ。うん、プラダ。え、これガチのやつな。まあ見てみ。うえー、やばひまりさ、プラダの商品何も買ったことないからさ、うん、あんただってどこのハイブランドでも買い物したことないよ。やめとけ。せーの、あやばいやん、これすごい。あのさ、インフルエンサーみんなさ、これ履いてるやん。欲しいけどさ、やっぱ無理やん。買おうってならやん、これを。なんかもう、なんていうの、言葉出えへんな。でね、そのこと言っていい？プラダ1点。そしたらね、姫香ちゃん持ってん。え、マジ？やばくね。え、やばいやばい。最後ね、やっぱ誕生日といえばケーキやから。つまり誕生日だね。友達にお祝いしてもらったことないねん。つまり友達がほんまにおらんかってんやん。それなんでかわかる？ひまりが化け物やから。あい LINE とかではあるよ。こうやって、まあひまりおめでとうってやられたことは一度もなくて、高校生になって、アイドルの活動でさ、生誕祭ってあるやん。毎年それで、ファンの人にお祝いしてもらってた人生やった。ああね。で、それをね、お祝いしてもらったプレゼントを昨日見たので。まさか、俺が買ったやつも売れよな、お前。じゃあひまり、言ってみ。俺が言った言葉で一番心に響いた言葉一つだけあって、優しくするだけが優しさじゃないよっていうやつ。勇気ってふざけてるとこしか動画に出てなかったりすんねんけど、まあ言ったらひまりって気持ちの上がり下がりがめっちゃ激しくて、生理前とかになったらほんまにやばいな。で、目の前にさ、あるやらなあかんこととか決まってることとかを全部なんかリスケしようとしたり逃げ出しちゃうことが多かったんや。まあ言ったらさ、そこで優しさで別にいいよっていうことも選択肢としてはあるやん。でもその選択肢をしちゃうとひまりがダメになるままやん。だからひまりが人間として成長するためにただの優しいだけじゃ優しさじゃないやんっていう。いや、そう、優しくするのは一番簡単やから。だからひまりが逃げ出したい時にさ、俺はそれはダメやってそういうひまりを否定するわけや。でひまりは俺以外の友達とかに相談していいんじゃないみたいな、今やめてもみたいなことを言うけど、でもそれって今は楽になるけど将来的に考えたら絶対楽じゃないし、甘えさせるだけが絶対優しさじゃないから、うん、そうって言われて、ひまりはあ、確かにそうやなと思って、マジであれは響いたな。中卒の場合にいいこと言うやろ。やっぱ中卒が一番いいんじゃんだから俺がそういうこと言ったもん。ひまりってもともとアイドルやってて、アイドルやめてキャバクラやって、キャバクラやめて YouTube やってっていう、逃げって言ったらあれやけど、まあいろいろ移り変わってるわけやん。一時だからその YouTube やめて風俗嬢になるとか言ってたから、それやったら結局また風俗嬢もやめてまたさまようだけじゃないって。なんだかんだ10代ひまりはめっちゃ関わってない。最初14の時に出会って、15、16、18、19やろ、うん、なんか腐れんみたいな感じ。なんか安心感あったよな。でも俺なんとなくね、ひまりと一緒になるやろうなと思ってたよ、ずっと。俺ってマジで欲しいものなんか手に入るタイプやねん。でひまりもそう思ってた。一人で二人おんねんけど、そう思ってた。誰？ひまりとリコ。お前はリコじゃないよ。やめろ、リコでどう？わかった。じゃあもう今日はお返しでいっぱいな形で。え、本当にリコにお返ししてくれるの？もうピル飲むな、はらんでいいよ。キッシュ今のは花金カップルの動画のタイトルで言ったら種付け始めましたね。あのさ、今日ってさ誕生日の動画やん。最後汚くすんなよ。これバカにしるんじゃなくて、ほんまにファンやからね、ハネキンカップルの。結構真面目に節約しよう。もう散財したからさ。これさ、あんたの誕生日プレゼントも買われへんのって。いや、そうやで、マジで。え、なんかひまり絶対なんか言われるってこれ。いや、そんな言われへん。こんな買ってくると思わんやん。いや、俺もう後戻りできんくなった。中途半端に貯金3万あっても変わらんや。だから、とりあえず俺らは手元だけ発言やめて、広告つくように頑張りましょう。あとさ、みんなあのインスタとかでメンションしてくれてほんまにありがとうございました。ほんまにありがとうございます。会ったこともない人とか、それこそ会ったことある子とかもおるけど、どこかに自分の誕生日とか、うん、自分のことに対してめっちゃ夢中になってくれる人がおるのって、うん、ほんまに嬉しいことじゃない？いや、すごいことやで。ということで、おしまい。20歳おめでとうございました。